ビウシ通りとの交差点から眺めたサンジェルマン大通りマゴカフェドフロールサンジェルマンデプレ寺院のシュロサンジェルマン大通りは、パリ、セーヌ川左岸にある大通りの名称。東は三類島の先端に架か,かるシュリー橋から起こり、こう描くように再行し、パリ左岸5区、6区、7区を通ってコンコルド橋で終わる。ほぼ中間のところで南北に走行する。 サンミシェル大通りと交差している。この通りは、通りの名の由来となった、サンジェルマンイコールデイコールプレ地区や、フォーブール、サンジェルマン地区を通ることで知られる。サンジェルマン大通りの名は、中世から残るサンジェルマンデプレ修道院に由来する。大通りの周辺は、フォーブールサンジェルマンとして知られる。17世紀には、サンジェルマン地区は、貴族の邸宅が集まる場所となった。 19世紀になってもその状態は続いていたが、その頃には古くからの貴族街として、セーヌガーウガンの新興ブルジョアジー地区であるサントノーレ通りやシャンゼリゼオ通りと対比された。1930年代以降、ここは夜の繁華街やカフェ、学生街となっていった。ドゥマゴやカフェドフロールをはじめとする多くのカフェが集まり、サンジェルマン地区は実存主義のメッカとなった。 第二次大戦後、サンジェルマン大通りは、パリの知的、文化的地域となった。哲学者や作家、音楽家たちが通りに並ぶナイトクラブやブラスリーに、あふれていた。現在のサンジェルマン大通りは、ジョルジオ・アルマーニからソニア・リキエルまでの店舗が並ぶ、最高級商店街となっている。しかし知的、政治的な会合や、夜会も、相変わらず無名のカフェで盛んに行われている。 近くには、ヨーロッパ有数の政治学教育機関である、パリ政治学院がある。パリ地理学会本部サンジェルマン王通り184番地には1821年創立の最古の地理学会、パリ地理学会がある。アレクサンダー・フォン・フンボルト、フランソワルネド・シャトー・ブリアン、ジュール・ディモン・デュル・ビル、ジャン・フランソワ・シャンポリオンらが設立に関与しており、 事務所は1878年以来同地にある。入り口にはパナマ運河の改作が決定した1879年に建てられた2つの巨大なカリアキットがある。ありがとうございます。